こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ただいま神奈川県横須賀市京浜急行京急久里浜駅にやってきました。ただいま西口に降りたわけですが、歩いて約 2,3 分程度の場所に横須賀線久里浜駅があります。バスに乗車しましてやってきたのがこちら、京浜急行電鉄久里浜工場となります。どうやら名前の方が久里浜工場から京急ファインテック久里浜工場となったようです。本日は引退しました京浜急行800系と1500系を見ていきたいと思います。それではよろしくお願いします。まずは2019年6月16日の団体貸切列車を最後に引退しました京急800系823の1編成を見に行きたいと思います。ただいま京急久里浜工場を見渡せる場所までやってきました。こちらは散歩道となっていまして、川が流れています。そして左側が京急久里浜工場ですね。そしてぐーっと反対を向くと止まっています。こちらは京急2000系2018年の3月に引退した車両です。2018編成ですね。拡大していきますと、ありがとう2000系とステッカーが貼られています。1983年から2018年と書いてあります。車両製造の方は1982年となっています。約40年ほど前に製造された車両ですが、 JR 東日本で言いますと特急踊り子号で使用されていました185系と同年代ではないかなと思います。そして前面幕の方は改装となっています。ドアステッカーの方は剥がれていますが、そんなに状態悪くないように感じますね。2018と書いてあります。横の幕も改装となっていますね。そしてお隣の車両2012となります。当然ながらパンタグラフは下がっています。車内の方カーテンは閉まっています。そしてこの辺りですが、サビが出ていますね。そしてさらにお隣2011となりますが、この辺りですね、サビがすごいですよね。そして2011と連結されてます車両、京急800系823の6となります。そして幕の方は飛行機のマークが書いてありまして、急行となっています。横の幕は羽田空港、823の6ということですが、製造は1981年となっています。そしてお隣の中間車823の2ですが、特急京急川崎となっています。そしてこちらの車両は823の1ということですが、幕の方は急行品川となっています。それでは前の方から撮影してみたいと思います。こちらが前面部分となりますが、急行品川、そして真ん中にはありがとう800系というステッカーが貼られています。そして前面窓の真ん中あたり、張り紙がしてあります。床下車内すべての部品取り外し禁止と書いてあります。6両の車両を見てきましたが、廃車という扱いになっています。解体されてしまうのでしょうか。続きまして、この奥で京急1500系1509編成が解体されているということなので、見に行ってみたいと思います。先ほど1509編成見てきましたが、かなりひどい状態になっています。4両編成ということですが、すでに解体作業が行われています。閲覧注意です。まずはこちら1509となりますが、半分に切られています。車内の方を見ますと、かなりスカスカな状態になっています。内装解体が行われているようですね。こちらの1509編成は半分にされていますが、こちら1512、まだ車両としては残っていますが、もう車内の方内装解体がかなり進んでいます。ただいま車内の方セーバー層で切られているように見えます。まあ、ちょっと車内の方よく見えませんが、金属部分を切ってるんでしょうか。そしてこちらが1512、運転台の方はかろうじて残っているようにも見えます。こちらは何かの機器でしょうか。そして右の方からセーバー層で切られる音がします。この辺りから見ますと、特に解体されているような感じはしませんが、この奥ですね、シートの奥となりますが、行ってみたいと思います。 JR の車両解体、郡山、長野の方で見てきましたが、ちょっと違うような感じがします。
こちらは手作業でガスバーナーなどを使いまして焼き切っていく解体の仕方をしているようですね。まあ、奥に重機止まっていますが特に動いていません。こちらが重機となりますが先にはハサミはついていません。ちょっと見づらいのですがマグネットがついています。スクラップを集めたりトラックなどに積み込むときに使われるわけですが完全手作業なんですかね。そして重機からぐーっと行きますと防音シートが完全にかかっていまして中の車両を見ることができません。そしてこちらの奥ちょっと編成番号は見えませんが完全に半分になっています。中ではガス溶接のような器具を使いまして切ってるんですかね。重機の隣にはスクラップが山積みとなっています。こちら白いものが見えますが車内の蛍光灯が大量に集められています。先ほどこの辺りから焦げ臭い匂いがしました。ガスバーナーで焼き切ってる匂いだったんですね。ちょっと見づらいのですがガスタンクが置いてあります。こちらで先ほど焼き切ってたようです。本日京急の車両解体見てきましたが手作業で大変手がかかっているように見えました。もともと久里浜に車両基地があるのは知ってたのですがまさか解体してるとは思いませんでした。だいぶ気も落ちてきたのでこちらの動画そろそろ終了したいと思います。まあ、今後とも廃車改装、車両の解体、車両の最後まで撮影をしていきたいと思いますのでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。